災動作による排除要領です。この訓練は素手で防寒に立ち向かいます。先日フランス・パリで、起きました同時多発テロを受けまして、要人警護の新たな課題がありましたらお聞かせください。新たな課題というよりも彼らの犯行手段というものが爆発物と銃器ということで、これは以前過去にからあったようなあったものですけれども、それが課題かなというふうに思っております。来年伊勢島サミットももう半年切りましたけれども、今後の方針、意気込みについてお聞かせください。やはり SP として、出席される警護対象者、この身辺の安全を守ることが最重要な課題でございますので、我々 SP は身を挺する覚悟で、安全を確保し、その結果として、サミット自体が成功すれば、越したことないなというふうに考えております。